はい、どうもこんにちは。皆さん、突然なんですけど、以前出したこの動画、覚えてますか？これ。この、ブラックマジシャンガールが、サムネのね、コメント返しの動画なんですけども、僕はこの動画の中で、皆さんからね、つけられたコメントに対して返していくっていう、そのままの動画なんですけども、この動画の中で、僕は、こんなことを口走ったんですよね。インターネット彼女を募集します！的なことを。要するに、マッチングアプリで結果が散々だったから、もう、いっそのこと、この YouTube チャンネルで彼女募集すりゃいいじゃんみたいなね。確か、そういうコメントをいただいたんですよ。ここで募集すれば、みたいな感じ。そしたら、それを返したときに、突発的に口走ったんですよね。で、もう今までのね、動画の中で、自分のそのパーソナリティってのは、洗いざらい喋ってるんで、それでもね、それでもなお、自分のことにね、興味を持っていただける女性が、本当にいるならまあいいなと。本当にいるんならいいんじゃないかな。いいじゃない。いたらいいな、みたいな感じで、あんなことをね、口走ったんですよ。とはいえね、そんな、ね、自分に、わざわざね、挙手して、アピールしてくれる、女性がね、現れるなんて思ってもなかったわけで、現れるわけないじゃないですか。現れるなんて思ってもいないわけですよね。そしたら、現れたんですよ。本当に。しかもですよ。複数人現れたんですよ。一人じゃなくて、複数人、本当に彼女募集するんですか、ここで。じゃあ、私立候補しますよって人が、本当に現れました。一人じゃなくて、複数人。あの時の動画で、メールとか、メールっていうのは、以前ね、コミケ屋で出した同人誌の奥付けのところに、そこにだけ G メールをね、公開してるんで、そこに置く、もし同人誌を買っていただいて、なおかつね、立候補していただける方がいれば、そこに連絡ください。あと、ツイッターっていうか、X か。X の、ダイレクト DM とかでね、送ってくださいみたいなことをね、確か口走ったはずなんですよ。そしたら、わざわざね、本当に、ご丁寧に連絡をくださる方がいて、複数にいて。いやー、みんな、みんなごめん。本当、俺ってさ、もう、このチャンネルを見てるね、多くの非モテ人間と 同じね、仲間だと思ってたんですよ。そんなね、視聴者さんたちは、大丈夫、自分もモテないし、こいつもモテないから、見てやろうかなみたいな感じで、マッチングアプリで悪戦苦闘してるなみたいな感じで、そんなね、気持ちで見守ってくれてたと思うんですけども、いや、どうやら違ったみたいですね。今までありがとうございますね。仲間だと思ってくれて、僕もね、仲間だと思ってたんですよ。だけど、どうやら違ったみたいです。でも、チャンネル登録の解除だけはしないでください。切実に。もう本当、お願いします。何でもするんでお願いします。それでですね、ちょっと話を戻しましょう。それで、実際ね、連絡をくださった方々の中で、もうすでにね、実は、直接お会いしてる方もいるんですよ。
もちろんお会いする前にメッセージのやり取りとかはもちろんしたし、あと通話もしました。うん。そんでね、今月ね、8月、もうすぐ8月も終わりか、8月にお会いできたんですよね。あの時はもう本当にありがとうございました。全然、マッチングアプリで 知り合った女性とは、せいぜいカフェとか、あとまあなんか中華のレストランに一回行ったとか、それだけみたいな。そこまでで終わってしまった女性しかいないので、今回は、まあちょっと詳しくは言いませんが、もちろんね、飲み食いはしましたし、それ以外にもね、いろんなとこにね、行って、回れて、楽しめました。だから、まあこれ後でも言うけど、マッチングアプリで会うより、YouTube で会う方がっていう。YouTube 別にそんなツールじゃないのにっていう。で、しかも、また来月ね、まあもうすぐ9月ですけど、来月はまた別の方とね、ちょっとお会いする約束を、ができましてね。で、この方とも、もう、メッセージのやり取りはもちろん通話も、はい、しました。熱心にこの動画のチャンネルをね、チャンネルのね、動画を聞いてる方は、お前、インターネット彼女って言ってたやんけと。結局、お前、出会い中かみたいなね、ことをね、お叱りをいただきそうなんですが、まあ、確かにそれは 返す言葉もございませんと。うん、インターネット彼女ってそもそも何って話なんだけど、なんかこうね、北は北海道、南沖縄、もうメッセージアプリかなんかでもう毎日俺に好きって言ってっていう、それだけで俺満足だからみたいな 話をしたんですが、まあ、一応ね、会える距離だったらそれは会いたいっていうのはそれは本音ですよね。そうそうそう。あ、そうで、直接ね、お会いした方には、もうね、自分の正体っていうのは明かしました。正体っていうのはその、ペンネームですね。商業用漫画のペンネーム。まあ、直接ね、もうここまでお会いできた、知り合えた縁だから、その方にはもう、お会いできた方には、まあ、もちろん来月ね、お会いする方にも当然明かそうと思ってるんですけども、自分が実際ね、商業漫画でどんな漫画を描いてるのかとか、あと同人のジャンル とかも、自分の好きな同人のジャンル、ずっとやってきてるジャンルも教えましたし、あとはね、昔動画で言った、賞金を全然払ってくれなかった出版社、あそこの雑誌もね、明かしました。全然新人賞を佳作受賞したのに、連絡もくれない、担当もつかない、賞金もいつまでたって持ち込みに行って、やっとなんか、そのことを直接告げてやっと払ってくれたところ、そこの雑誌がどこなのかっていうのも教えました。もう一切合切ね、明かしました。こうやってね、奇跡的に出会えた縁なんで、そういった方にはね、もう全然それは明かしますよ。それぐらいは。いやー、これさ、本当この YouTube をきっかけに縁ができたら、良縁ができたら、もうこう言うしかないですよね、やっぱり。なかなか、こう女性と知り合えない。知り合っても全然進展がない。非モテ男性諸君みたいな。マッチングアプリよりね、これ YouTube やった方がいいですね。もう実体験として、マッチングアプリやるより、YouTube やった方がいいです。だってマッチングアプリね、お金、男性はお金かかるしさ。まあ時間はかかるけどね。当然、当たり前だけど。あ、そうそう。で、ちなみにね、一応、ちょっと誤解のないように言っておきますけど、このサムね、まあちょっと下書きの部分。まあ、一応ね、ちょっとまあ、大げさに書いてるだけなんで、実際にこんなね、スキピーとかね、大抵とかね、そんなことはね、別にはい、言われてないんで安心してください。
嫉妬民の皆さん、ご安心ください。はい、ただ事前に通話した時とかはもう自分もさ、それ舞い上がってるわけじゃないですか。本当に、だって本当にそんな連絡が来るなんて思ってもいなかったから、それは舞い上がりますよね。実際に通話した時は、つまりその、僕のこと、シュキシュキみたいな、スキピーみたいな、スキピーモードってことでいいんですかって聞いちゃってこっちから、そしたらね、もうさすがにちょっとお相手の女性はちょっと困惑させてしまいました、ね、みたいな、いや、そこまでのテンションではないんですけどもみたいな感じでかなりね、困った感じでお答えさせてしまいました。もう本当すいません、あれみたいな、俺またなんかやっちゃいましたみたいな、ね、感じなんですけども、はい、とりあえずそんなところですね、うん、なんで別に、まだこう正式にお付き合いが始まったとかそういうことではないですね、まだ。もちろんこれは進展があったら当然ね、まあ動画とか今後ねあれば、また、まあ、プライベートなことだからちょっとそれを切り売りするのもどうかなと思ったけど、まあでもぶっちゃけ漫画家ってそういうところありますよねプライベートをガンガンネタにしていくって人生恥のかき捨てというか投げ売りというか、そういうところがあるんで、もちろんね、ご本人のお相手の許可をちゃんと取った上で動画にはします。まあ今回もね、こういうここまでの範囲だったら動画で喋っていいですかって聞いたら快くね許可してくださったんで、うん、今後もねそういったなんか進展があったら動画でご報告したいと思ってるんで、皆さん僕が良縁をつかめることを、マッチングアプリはね結局散々な目に終わった僕が良縁をつかめることをどうかチャンネル登録を解除せずに祈っててください。もう勝手すぎる身勝手すぎるけど、すいません、もう自分のチャンネルなんで。また進展があったらね報告します。というかね、進展があるようにね頑張ります。あ、で来週このチャンネル、基本的にね、毎週金曜日に動画を撮って、その日のうちにねアップロードしてるんですけども、ちょっとね来週の金曜ってもう9月なんだよね。9月1日に入ってるんだけど、ちょっとねもうその週が本当に忙しくて、つうかもう漫画人によってどうなんだろうな、この最終週が、あーでも違うのかな、余裕ちゃんときっちりやってる人はそんなことないのかな、今がまさにちょっと忙しいタイミングなんですよ。ちょっとね来週がちょっと動画を撮る暇がもう月から日までなさそうなんですよ、うん、いろいろちょっと逆算した上で、でまあ休みますってことになるかもしれない、来週はちょっと更新休みますってことになるかもしれないし、もしくはこれまだちょっと確定じゃないからあれなんですけども、もしかしたら来週の金曜に前回不発に終わってしまった生配信をやるかもしれないです、うん、金曜の夜もしくはもう夜中かもしれない、夜9時、10時、11時とかわかんないけど、生配信をやるかもしれないんで、うん。ちょっとね、以前はコミティアの前日にね、生配信しますって言って、結局、できなかったっていう、不発に終わってしまったんですが、さすがに今回はもう大丈夫だと思うので、まあわかんないけどね、何が起きるか。うん、やれたらやります。まあ言うてね、別にこのチャンネルそんな
そこまで注目されるチャンネルじゃないから誰も見に来ないっていうことも全然あるんですが、まあでも別に見に来なくても適当に一人で多分べちゃべちゃ喋って終わるだけ、終わるだけなんで、でそれをちょっと今まで一回もやったことないから、生配信。それって、これってさ、生配信って喋って、始めて喋って終わったら勝手に動画になるんだっけ？勝手に動画になるんだよね。なんか、ほっといたら、配信ってところに、過去にこの人こういう配信してましたよって多分見れると思うんで、もうそれが来週かな？わかんないけど。なのでね、まあ、もしかしたらやるかもしれない。まあ、ちょっと、これも 確定じゃないから、なんとも言えない部分はあるんですが。まあ、それはね、ちょっと、X で、多分、これからやりますとかね、言うと思うんで、暇な人は、ぜひね、聞いてください。まあ、予定がね、いろいろちょっと変更になったら、またその都度、告知します。とりあえずね、だから来週はちょっと普通の動画投稿は、ない、と思ってくれて、大方、大丈夫です。はい、今回はね、こんなところかな。もう、8月も終わりでね、さすがにちょっと今日は、ちょっと、夏の暑さが和らいだ気がしたけど、やっぱりさっきちょっと外にね、出かけて、スーパーに買い物に行ったら、外はまだまだ暑かったんで、皆さんもお気をつけて、お過ごしください。はい。今回はこんなところですね。お疲れ様でした。